本年の6月23日、新しいクラスのオフセット印刷機、スピードマスター CX104 を世界同時発表させていただきました。私の祖父が105年前に神保町というところで活版印刷の会社を始めたわけですね。神保町というところは本の町ですから、出版印刷というものが多い会社なんですね。ずっと使ってきた万葉の発色機っていうのが更新の時期に来たんですね。現代の印刷機のスピード、乾燥装置、自動化、プッシュツーストップという概念で、もしそんなことができるなら4色機で8色機のキャパを 100% 代替できるんじゃないかと。デジタルトランスフォーメーション、自動化、省力化、あるいは合理化、生産性の向上、それらの世界のニーズに合わせるべく最先端の技術を搭載した CX104 プリセットプラスフィーダーの最新型が採用されています。紙、厚紙、ホイール、TP ペットなどの非吸収減反など非常に幅広い対応能力を有している。お客様の業種、お仕事、規模を問わずに、きっとこの日本の印刷業界への DX に寄与できる機種と私どもは信じてございます。スタートして刷り出すときにオペレーターが、通常だったら抜き取り取ってチャートをトラッキングして品質確認するんですけど、そんなプロセスもいらないで、全てインラインで自動で実際に生産が始まると。オペレーターの方が印刷機から離れて別の作業をされているときに、遠目に見て取れる LED のラインがユニットカバー上についている。信号と同じでね、 OK になるとグリーンのランプがつくんですね、モニターに。だから分かりやすい。マックスのスピードで16,500枚というスピードなんですけど、最初からその16,500枚というスピードを維持して一度も落としてません。キーについては一切まだ触ってません。これが今までと違うんですね。インプレスコントロールって概念は、当時はですね、ロングランの品質安定性ということで使われてたと思うんですね。だけど市場の要求がショートランの方に、ランが短くなってきたもんですから、いかに正確な色調でいかに早く立ち上がるかと。立ち上がりから安定性は問題なかったんですね。最新の印刷機を導入されればですね、本当に最高の生産性が実現できて、コストが下がって利益が生まれるのかというとですね、私はそうは思っておりません。例えばその自動運転ですね、弊社の祖師のからも話がありましたように、デジタルトランスフォーメーションの最たるものは属人性の排除。それをいかに行うためにはその情報が必要だと。金面印刷様ではプリネクトプロダクションマネージャーというソフトウェアをご導入いただいております。このことにより印刷機がですね、次に何をすればいいのかとか、ソフトウェアが効率的に動き、最終的には印刷機が自動で動き、属人的なものは極力排除されて、オペレーターの方も楽になり、生産性が上がり、コストが下がると。ちょっとオペレーターに聞いてみたんですね。今まで8色機やってて、今度4色機になったし楽になっただろうっていうふうに聞いたんですけど、オペレーションがこれだけ自動化するともう全然楽ですということで、この機械だとそういう負担感もないので、高齢になっても働けるし、オペレーターも確保しやすいのかなというものふうには思いました。8色機に近いような結果が出てますから、8色機よりはROI が改善されるだろうし、8色機と4色機比べたシリンダーの数もローラーの数も、それから鉄使ってる鉄も半分ですから、4色機で8色機の仕事すれば環境負荷半分じゃないのかなと。私も今日自動運転のシステムの車で来ました。毎年毎年進歩してる。それを思えばですね、車の自動運転のことを考えてみればですね、印刷機の自動運転ってなんかすごくハードルが高そうな、そういうふうには思いますけど、かなりのものはできるんじゃないかと。4色機を出して8色機と同じ仕事をやろうということなんで、我が社のチャレンジですけど、非常に楽しみにしております。